はい。おはようございます。沖縄おばばでございます。はい。ニーニャン子が仲良くね。仲良くしておりますね。いいですね。はい。ねバナタン。ね池田もいいですね。ねはい。どうも皆さん、おはようございます。はい。今日の那覇市は、あ結構暑くなります。26市場まで上がる予定でございます。えー、また夏日なんでね。 えー、今日は半袖で過ごす予定でございます。もうね、本当に暑かったり寒かったりなんでね、えー、まあ今、今ね、沖縄はそういう感じでございます。はい、えー、今日のニュースからなんですけど、気象庁、はい、今年は暖冬だって言い切ってるんですけど、えでも、今週末、大荒れの天気でめちゃくちゃ寒くなりますよって言ってるんですよ。 で、暖冬なんだけど、こういうふうにね、時々ね、あのー、気圧がおかしくなって、えー、まあ、寒気がね、いっぱい入ってきてね、寒ーくなりますーって言ってるんですよ。これ、暖冬なんでしょうか <laughs> ごめんなさい。これって暖冬って言うんでしょうかね。はい。まあ、沖縄はね、えー、いつも暖冬です。はい。えー、変な話ですけど、沖縄はいつも暖冬でございます。はい。えー、まあ なんか暖かい時なんかね、1月でも半袖の時ありますからね。はい。まあそういうことなんで別にね、えー、沖縄は、うん、特に暖冬というわけはないとは思います。暖冬だって言ってるんですけどね。はい、えー。まあいつものことです。はい。沖縄が暖冬なのはいつものことです。<laughs> はいまあ、そういういいことでございます暖冬、えーね、っていうんでしょうかねこういうのは。結、は、局、いあのーね、今週末大荒れで、えー、もしかしたら雪降るんですよね。はいえー、これって暖冬なんでしょうかすごい不思議ですよね。どう解釈していいんだか分かりません。はい、えー、ねえ 思いませんかおかしくないですかえ、暖冬だったら雪降らないんじゃって思うんですけど、今週末、えっ、ー、と、まあね、まあ、関西も北陸もね、えー、まあ、関東もね、大荒れで雪降るかもって言ってるんですけど、えー、暖冬って言うんでしょうかね、こういうのを。<laughs> ごめんなさいね。本当にね、 わけわからないです、私。はい。何を言ってるのか、本当にわけがわかんないです。暖冬って雪がね、本当にめったに降らないとか、まあ2月になってちょっと降るぐらいで、まああとは全然降りませんよっていうのが暖冬っていうんじゃないんでしょうかね。えー、11月下旬に雪降るのって暖冬っていうんでしょうかね。すーごい不思議です。 はい。えー、本当にね、えー、何考えてるんだろうなって感じですよね。はい。えー、めっちゃ不思議だなと思いました。はい。えー、まあ、私個人の感想です,なですけどね。えー、あとですね、まあ、皆さんも知っての通り、昨日ね、えー、J アラートが鳴りました。はい。えー、いわゆるね、 え北の金ちゃんが打ち上げちゃったんですね。北の金ちゃんが。打ち上げ成功したんでしょうか、失敗したんでしょうか。ちょっと興味があります。はい。えー、まあ、失敗したって言ってないところを見ると成功したんでしょうね。なんか、あ人工衛星だったみたいなんで。えー、でもね、これ、あのミサイルだって言ってね、まあ、わわ騒いでるわけなんですけど、えミサイルっていうのはあの、弾頭がついてるやつをミサイルっていうんですよ。 はい。ここを勘違いしちゃいけませんえ。ミサイルっていうのは弾頭ですね。弾頭。はい。えー、弾頭がみでございますね。<laughs> 弾頭がついてるのはね、これあったかいね、冬ではありませんよ。弾頭ね。はい。えー、ね。はい。弾頭がついてるのをミサイルっていうんですよ。はい。えー、今回の弾頭はついてませんからね。えー、じゃあ、こういうのを何て言うのかっていうと、ロケットというんですね。 はい、ロケット。はい、ロケットなんですよ。はい、大陸間の弾道ロケットなんですよ。はい、えー、お分かりになるでしょうか。あミサーのいるっていうのはあ、弾頭がついてるのがミサイルなんで、今回のは弾頭はついてませんからね、まあ載せてるのは いわゆる、何ていうのかなあ、人工衛星だったということで、弾頭ではないんで、えー、何をそんなに騒いでるんだろうっていうことですよね。はい、まあ、弾頭が乗っかってなくても、まあ、ロケットであってもね、落ちてくれば、そりゃね、まあ、被害はあるわけで、はい、まあ、そこら辺はわかるんですけど、別に弾頭がついてるわけじゃないんで、えー、まあ、この辺の被害っていうのも、まあ、落ちる場所によってですよね。 はい。えー、被害の程度っていうのはまあ変わってくるだろうと思います。まあ民家なんかに落ちちゃったらやばいですけどね。はい。えー、まあ山の中に落ちたりとか、まあ、まあ山火事かな。ね、暖冬ついてないんでね。はい。暖冬がね。はい。えー、そういうことで、まあね,ね、お分かりになりますよね。えー、これね、これね。 思うことがあるんですけどこういうふうに北の金ちゃんがね、えー、ロケットをねバコーンって飛ばす時はいロケットをバコーンって飛ばす時日本の国内では何かね、えー、お隠しになりたいことがね発生している可能性があるんですよね過去の事例からはいえー、こういうのをまあねあのー、昔ありましたよねお菓子はい えスピンっていうお菓子、お菓子がありましたよね。スピン、知ってるかななんかねえ、真ん中に穴が開いてて、丸、まあ、くってね、えー、なんかあー、なんて言ったらいいんだろう。放射状にね、こう切り込みが入ってるね。スピンっていうお菓子がありましたよね。<laughs> はい。まあ、そのお菓子の可能性があるんじゃないかなってことでございます。わかりますよね言いたいこと。 はい。えー、まあね、えー、ぬっぽんは、北の金ちゃんは、いけないんだ、いけないんだって言ってますけど、つながってます、後ろで。<laughs> まあ、後ろでつながってます。これね、ババンババンバンバーンですね。はい。チャバンババンバンバーンですね。はい。まあね、まあ、わかる人にはわかるというね。はい、えー。そういった都市伝説でございます。 てて言ってもね、北の金ちゃんのご聖母様は日本人の可能性がね、高いですからははい、い、はい、ごご様でざます。北の金ちゃんの、ね、ご聖母様はあもしかしたらあ野しつがらみのあの方かーって言われてますからね、まあ、これも都市伝説ですけどねはいまあそういうことでね、えーまあ、今回も何もありませんでしたよ <laughs> はっきり言ってねはい。 えー、まあそういういいことでござまます、えーまあねもう本当にね、えー、そんなんばっかりですね世の中ねはいそんなんばっかりでございますはいえー、別にね、えー、まああったかい冬ですあったかい冬暖冬がね えー、ついてないんで、そんな騒ぐ必要あるんかなって感じですよね。まあ、あーなんて言うのかな。あその、衛星自体が打ち上げられるのが困るっていう話もありますけどね。いわゆるあれ、軍の GE のね、衛星なんで、えー、そんなものをね、打ち上げられたらね、えー、こっちのやってること全部わかっちゃうじゃないかっていうね、えー、そういう思惑もあるのかもしれませんけど、はい、えー、私はわかりません。 はい、そういうことでございます。今日も、まあね、えー、ニュースをやゆって <laughs>、楽しく生活していきましょう。はい、皆さん。<laughs> そうですね、もう、あの、明るく楽しくしていかないとね、えー、乗り切っていけませんからね、麺のエッキーもね、暗くなってたんじゃね、落ち込んじゃいますからね、皆さん明るく楽しく、はい、明るいニュースがなくても、やゆって、頑張って明るくしていきましょう。はい。 それでは皆さんまたごきげんよう沖縄おばばでございました。ねえいてでね。